こんにちは、レトスノーノです。6月27日の3問に入っていきます。A から委任を受けた代理人 B が適法に副代理人 C を選任したとき、代理権は B から C に移り、B は代理行為を行えなくなる、丸か×かということですね。考えたい方は一旦動画ストップしていただいて、この動画の下の概要欄から問題文をご覧ください。で、この問題文の状況としては、A から委任を受けた代理人 B なんで、A から B にこれ代理権が授与されますよね。与えられますよね。そうすると B は代理人だと。で、B が副代理人 C を選任したと。まあそういう状況ですね。で、副代理人を選任した場合、代理権どうなるかっていうと、B の代理権で消えないんですね。つまり、B と C が代理権を持つ状態になります。したがって、この代理権は B から C に移り、B は代理行為を行えなくなる。これは誤りなんですね。B も代理権持ちますし、C も代理権を持つ。まあ、従って、答えは×ということになります。まあ、ここにも書いてある通り、代理人が副代理人を選任しても、元々の代理人、これは B さんですね、の代理権は消滅しません。つまり、代理人 B も副代理人 C も代理権を有します。有するっていうのは代理権を持つってことですね。で、副代理は意外と覚えていない方多いんですけれども、まあ、出題者としても、受験生の盲点である副代理、これは出題したくなる部分なんですね。なんで、しっかり覚えてください。で、続いて、宅建業者は、取引の相手方の権利の実行により、営業保証金の額が、政令で定める額に不足することとなったとき、供託所から不足額を供託すべき旨の通知書の送付を受けた日から2週間以内にその不足額を供託しなければならない、丸か×かという問題です。これ答えは×ですね。供託所からっていうのがこれ誤りです。正しくは免許権者ですね。還付請求により営業保証金の額が不足しちゃったよと、そうすると不足額について納付してくださいって通知が来るんですけども、これは免許権者から来るんですよ。今回の問題は供託所から通知書が来てるんですね。だからこの点が誤りなんですね。で、その他の部分は正しいです。通知を受けた日から2週間以内に供託しなければならない。この部分は正しいと。で、今回の問題について解説を見て、あ、そうだったなと。まあ、わかると。でも間違えちゃったっていう方です。この方が一番注意しなければいけなくて、実は今回そのように間違えちゃった、つまりはボンミスですよね。ボンミスで間違えた人っていうのは、日頃の勉強で理解学習ができてない人なんですね。多くの方が理解学習を間違ってるんです。理解学習の認識を間違ってるんですね。理解学習っていうのはこの解説を理解するだけじゃなくて、そもそものこの問題文が理解できていないと、どんだけ法律、ルールを覚えたとしても、ボンミスとかして間違えちゃうんですよ。だから、問題文を理解するってところがすごく重要なんですね。だから問題文を理解できていないから、引っ掛け問題に引っかかっちゃうんですよ。これを分かってる人が非常に少ないんですね。理解学習の認識を誤ってるんですよ。だから、多くの方が理解学習できているつもりになっていて、実際は理解学習ができていなかったって話なんです。重要なのはこっちなんですよ。こっちじゃないんですよ。多くの方がこの解説が重要だと思ってるんですけども、実は違うんです。こっちが重要なんですよ。問題文が。こっちの理解をちゃんとするってことがもう大前提なんですね。なので短期講座ではそういった部分も含めて解説をしているってことなんですね。まあ、これでおそらくですね、これ間違った方はやっと理解学習ってそういうもんなんだって分かっていただけたと思います。なので、これからはちゃんと問題文を理解するって方に焦点を当てて、ぜひですね、勉強を進めてください。で、問題文の理解の仕方についてやり方がわからないという方は、ぜひ短期講座ご検討ください。短期講座では問題文の理解の仕方まで解説しておりますので、今から理解学習を実践して今年絶対合格しましょう。まだ残り3ヶ月ありますので、まだ間に合います。本当の意味で理解学習がしたいという方は、ぜひ一緒に勉強しましょう。で、短期講座についてはこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、ぜひご確認いただければと思います。それでは問3に入ります。準都市計画区域は、都市計画区域内の区域のうち、相当数の住居、その他の建築物の建築、またはその敷地の造成が現に行われ、または行われると見込まれる区域を含み、そのまま土地利用を制御し、環境を保全する措置を講ずることなく放置すれば、将来における
一体の都市としての整備、開発及び保全に支障が生じる恐れがあると認められる一定の区域を言う、丸か×かという問題です。で、書かれている内容は非常に分かりづらい内容なんですけども、この問題を解くってなってくると、この部分でもう解けちゃうんですね。そもそも準都市計画区域は、都市計画区域外で定めることができるんですね。都市計画区域内に定めることはできません。よって誤りだということなんですね。その他の点は正しい文章になっています。まあ、今回のように難しい文章に見えるけれども、実はこういったポイントだけ押さえておけば解ける問題ってたくさんあるんですね。だからしっかり読むってことはすごく重要です。ほとんどの方が解けるんですけれども、実際間違ってしまう方がいるのは、それは問題をちゃんと読んでいないからなんですね。だからきっちり問題文を読むということは習慣化していただければと思います。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。レトスの小野でした。